いやー、岡野くん、はい、埼玉スタジアムですよ。ねえ、間違いない、もう間違いない。美味しい。こんだけ美味しいものあると何食べていいか分かんないな、これ、サポーター幸せですよ、これ。浦和レッズ OB の水下岸です。浦和レッズ OB の野人岡野です。よろしくお願いしまーす。いやー、岡野くん、はい、埼玉スタジアムですよ。ねえ、久々に来ましたよ。しかも、まあ、ここ南広場ということなんですけど、うん、なかなか来ることもないしね。そうだね、やっぱ選手の時あんまり埼スタの周り回ったことない。そりゃそうだ。すごく楽しみで、今回ですね、何しに来たかということですけども、はい、我々2020シーズンに埼スタの名物グルメを皆さんと一緒に作りたいという思いでスタートして、はい、これがまあ第9弾になってるんですけど、もう誰もが好きなカレーですよ。ね、飲み物だからカレー。そうですよ。もう浦和レッズ OB ってカレーといったらもう僕と岡野さんですから、まあ、それしかないね、しっかりリポートしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ます。ジュリーズスパイスに来ました、はい、こちらです。どんなカレーなんですかね。ねえ、おすごい、はい、これ美味しそうだな。美味しそうだね。チキンとこれなんだ、牛肉かな、牛肉のそぼろみたいな感じ、うん、いただきます。ちょっと甘みもあって、甘みがあって、やっぱ本場のカレーのインドカレーの感じで、ちょっとクリーミーだけど辛さもあって。インドとかスリランカ行ったことあるんですか。インドないです。ないですよね。インドほらよくあの料理屋さんに、ああなるほど、インドカレー、インドカレーのカレーね、お店で何つけて食べるような、なるほどなるほど、こんな感じのカレーでめちゃくちゃ美味しい。これスリランカカレーをベースにしたバターチキンとキーマの合いがけです。あ、ここでバターチキンで、キーマだ。こっちはキーマね。キーマめっちゃうまい。これ8種類のスパイスと野菜から取った自家製ブイヨンでチキンを煮込んで甘めに仕上げたバターチキンとオリジナルブラックパウダーを使用したすっきりと甘かーいキーマと組み合わせです。美味しい。わかりましたか今ので。わかった。美味、うん、しい。キーマ柔らかくて本当に美味しい。まあ、多分僕らが普段試合前に来たら試合前出来上がってるね、うん、間違いなく。俺一回野球見に行った時3階の表に帰ったから。飲みすぎちゃった。ケバブ、ケバブ美味しいですから ね、 ね。こちらギュゼルさんというケバブサンドカレーソース、絶対美味しい。 あれを削ってくれるんだよね、うん、いやいやいや本当ですか。リカルド監督じゃないですよね。はい、ありがとうございます。暑い、暑いですね。こんな暑い中でやってるんですね。そうなんですよ、夏は大変ですよ。そうですね、じゃあ、上から、回ってるからなんか難しい。あ、これはでも難しいですね、はい、上から下、上から下、立てて立てて、もっと何聞いてんだよ。下手ですね。ね、お、うまい。あ、うまい、うまい。あ、いいですね。こんな感じですね。さすが刃物が似合う。あ、うまい。あ、なるほど、ありがとうございます。すごい、ご苦労様。あ、どうも、どうも。暑い中、いつも。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、美味しそう。かぶりつくのが似合うからね。うまっ、はい、あのね、ケバブだけどやっぱこのカレー味が、あーそうっすね、あーうまい、これめっちゃうまい。こちらね、ギュゼルさんっていうのは川口のトルコ料理です。サイスタ限定ケバブで、まあ、井上スパイスを使用したカレーソース、まあ、これを独自のレシピで合わせてスパイスとヨーグルトのマリネしたチキンをジューシーに焼いて、あちらです。あとはもうたっぷりキャベツとサンドして、うん、ちょっとピリ辛なんですけど、これも後から甘みが来たり、スパイスというか、いろんなのが混ざってて、すごくいろんな味変して美味しい。美味しい。ありがとうございました。なんか楽しいな、このロケ。ね、もうテレビでグルメなんとかとかオーバーないから、俺。ローソチキンコオロギ。コオロギ。初めてですよ。じゃあ、お客様は。いいサイズだ。あ、いいっすね。ほら、かわいい。本当だ。これぐらいがいいね、ちょうどね。そうだね。いただきます。完全に浦和に根付きましたもんね。うん、うまい。
そうだ、野菜だ、野菜の甘みで、そう、うん、いけてる、おいしい。ここはね、もうチキンローソチキンコオロギってぐらいですから、コオロギ新蔵さんのね、うん、実家のカレーですけど、そうなんだね、カレーというか肉ですけどもね、もう今鶏もも肉丸ごと1本、いつもだったらもうもものあれがドーンと大きいサイズだと入ってるみたいですけどね。チキン美味しいな、これ、うん、あ、美味しい、めちゃめちゃうまいです、うん、ありがとうございました、ありがとうございました。焼きそば、焼きそば、うわ、来たよ、来ました、うわうわ、すごい。ご飯はご飯でこうあって、はい、なるほど、焼きそば焼きそばで、すげえ、いいな、このやっぱり目玉焼きの感じがまたいいね、ね、これもやっぱり辛さもあるけどクリーミーな感じで、はい、ね、全然食べれる、カレーって幸せですね、いくらでもいけちゃうんだよ、絶対美味しいもんまあこれだからもう福神漬けトッピングされたこの目玉焼きのってのが横で焼きそば、はい、秋田名物、それとこうタイのレッドカレーが一緒になってめちゃめちゃボリュームありますよ、これこのセット完璧ですこれ最高です。この目玉焼きを作るのが難しいんだよね、家でやるので、スタジアム来たらこれ絶対食べる、これやっぱ男性は喜びますね、味変したくなります、ね、若い人とか、うん、若い人とか、あ、来ました、浦和の神様、ねえ、もうフリューゲルスですよ、相手は、ね、93年ね、僕もまだこの時はデビューしてないですね、来てますよ、ウーベバイン、来たね、これ分かるんじゃないの、これ俺だ ね、もうもうほら、ウーベが持ったら走るって決めてる来ました、ウーベバルト、これあの後ろにトニーニョがいるんですけど、トニーニョいた、トニーニョが来た時点で僕はもう干されました来た時衝撃だったよね、ワールドカップ優勝してる人が同じ選手でやるなんてね、考えられない、ちょうど94年のワールドカップやってて、うんうん、で俺は合宿したんだよね、そう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 、北海道 で、うん、で試合とか見てて、うん、この人来んだみたいな、まあ、その後本当来たからね、しかもマラドーナマンツーマンって言ったそう、90年だよね、でマラドーナが何もできなかった、マラドーナ一人だったら抑えるの簡単なんだよ、言ってたね、でカレッカーと二人で組むと止められない、僕96、97でも仙台だったんですね、あ、なるほど、はい、いいね、この一人だけのやつとかね、なんか僕の野人をつけたのも久々なんですよ、そうなんだ、野人って言ったことがマスコミが覚えてて、僕がレッツ初めて勝った時に野人レッツ救ってなってから勝手に野人になった、僕ら選手は岡野のこと野人ってやつ誰もいないですよ、うん、選手誰もいないよね、いないね、多分周りでもいないよね、周りもいない、最近はみんな野人野人って言うわ、ゼリコ、あ、来た、これ西澤か後ろ、そうじゃん、秋だね、秋だ、秋、まあ、シンジ、このシンジは98年にチームに入ったんですけど、うん、僕らの仲間のヨシが髪の毛まっすぐにしたって、そうそうそう、で坊主にしたね、その後ね、あ、その後チキね、英雄だからね、今マンチェスターシティの GM ですからね、あ、まあ、この年はね降格してしまった、うんうん、そっか、これ J2 ですよ、 あったなこれ、これ俺延長から出た、11月19日ね、俺の誕生日、相原さん、かっこいい、まだ指輪してる時代だからね、あ、本当だ、あ、来た来た、ツボ、エメルソンじゃないの、なんつってでかいな、ツボの写真、顔がちっちゃいからね、ツボは、ね、新人か、20番だから、うん、もう平川とツボは最初から出てたからね、オフトさんという、やっぱスピードもあったし、これも初優勝ですよ、ねえ、この時見てたな、いいチームだったよね、あの時ね、本当にエメルソンとタチアの速くてね、ツートップで、あ、出た、出た、長谷部、これはあの試合、ドリブルの試合、あったね、ドリブルの、これ長谷部がだって日本代表のキャプテンになると思わなかった、いや、そりゃそうだよ、全然整ってなかったもんね、全然何も整ってないまあ僕らはね、やっぱ新人の頃から知ってるからでも英雄ですからね、あいつはもう天皇杯でも神がかってて感動したよね、最後ほら辞めること決まってる時に天皇杯があって、在籍は多分1年もいないんだけど、うん、サポーターも多分すごく覚えてる、うん、ヤバちゃんね、あー、SL ね、能力高いよな、これいいじゃん、ユージと松、うん、その時撮ってますからね、J リーグ、なるほどなるほど、決勝戦もね、うん、あったあった、長いな、あのゴールは素晴らしかったね、うん、この人がすごかったもん、すごいで、阿部ちゃんが、そっか、阿部ちゃん2008年だもん、7年だもんね、うん、入ってきて、阿部ちゃんね、阿部ちゃん一生懸命やってんのほら、うん、ボケーっとしてるでしょ、後ろで休んだ時こういう感じだったよ阿部ちゃんはやっぱ献身的な選手だからね、どこやっても、ね、あ、息子息子ポンテもすごかったな、ポンテはもうレッツのサポーターが、うん、ナンバーワンっていうぐらい、うんうん、あら、ようちゃん、まあ、彼もね、いろいろありましたけど、うん、頑張ってます、はい、リーグで、はい、あ、ケータ社長、社長だもん、今ね、社長ですよ、あ、出た、あ、ヒラ出た、ヒラは本当にチームのためにやる選手だったよね、そうだね、マルシオリシャルです、彼が
レッツの1000ゴール目を決めたんですよ。この辺から西川が入って、うん、もう今頑張ってます。まだ出たローストチキン、彼はなんか昔のサッカー選手の匂いがします、うん、でもやっぱすごい点取ったもんね。すごい、あ、ラファレルシルか、うん、ラファレルシルか、俺もいい選手だったな、うん、うち今日試合じゃないですか。あ、ギフト、うん、はい、そうだ、これも愛媛でね、あ、ここ別に盛り上げいらないんじゃないの。なんで盛り上げしたの。うるせえからなこれ、うん、なんか一回イベントしてないずっと喋ってんだもん。これはもう、あ、マキ、あ、マキだね、うん、マキだからね、うん、貢献しましたよ、そのうちの一人。あ、そうだね、まあ、頑張ってますよ。なんかこうちょっと背負いすぎてる感じする、うん、今、うん、もっと楽にやってもいいんだけどな、うん、次に。さあ今度はですね、こっち北側ですね、はい、ビストロカルロさん、はい、どちらさんがビストロさんでどちらさんがカルロさんなんですか。そういうことじゃない、そういうことじゃないの、そういうことじゃない。お肉をメインですけども、ここもカレーが、はい、サイボクハムのベーコンエッグカレー、間違いないね、うん、こっちはあれでしょ、だからレッツのサポーターのホーム側、ね、ゴールですよ。いいなあ、ああいうのね、ああいう横断幕ね、本当にチームを勝たせたくってやってることだから、俺らやるしかねえなってなったから。選手はね、もう仕事だしね、それが。ありがとうございます。間違いない、もう間違いない、もう間違いないでしょ、うん、サイボクハム、コーンも入ってるんですね。そうですね、そう、まあ、なんかね、ちょっとハヤシライスっぽいのがあって、カレーなんだけどハヤシライスの味というか、うん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 、このベーコンがサイボクハム、うん、まあ、有名ですよ、埼玉県では。サイボクハム、カリカリになるまで鉄板でやって、うん、あとは半熟卵で、おいしい、ちょうどいいカリカリ感、パサパサじゃないね、うん、これパサパサじゃないね、うん、こんだけ美味しいものあると何食べていいか分かんないね、これ、うん、サポーター幸せですよ、これこんな美味しいものをスタジアムに行ったら食べれるって言ったら。外のね、カレーは5つ今食べました、はい、美味しいですね、全部美味しい、これは迷うね、迷うね、うん、今から中入りますけど、はい、あと7個あります、はい、これから中に行きたいと思います。で、このチャンネルね、皆さんいいなと思ったら、はい、ぜひチャンネル登録の方お願いします、グッドボタンもお願いします、お願いします、水下騎士のオフサイドギリギリもお願いします、お願いします。